はい、皆さんこんにちは。炭酸生態のアンジです。いつもですね、動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、この発信するために重要なことっていうことですね、お届けしたいと思います。はい、まあ、僕たちのようなですね、まあ、店舗経営とかもそうなんですけども、自分発信というのはね、非常に重要なんですね。まあ、当然ですね、個人事業主だからですね、自分のお店をアピールすることも大事ですよね。 SNS とかでもそうですし、 YouTube とかでもそうですし、いろんなブログとかもそうですよね。いろんなことで自己発信っていうのはすごい大事だと思うんですね。まあ、そもそもですね、自分発信してない方はですね、まあ、お店を見つけてもらえる、あなたを知ってもらえることってほぼないじゃないですか。ありえないですよね。自分が発信してないのどう見つけるんだってことじゃないですか。だからですね、僕は発信することってすごい重要だと思うんですよね。僕がですね、開業した時と比べてもですね、たくさんのお店であったりとか、たくさんの情報がありふれてるんですよね。そこでですね、この発信するためにですね、重要なことっていうのがあるんですよ。これはね、普遍の法則です。これ何一つ変わってないんですよ。まあ、皆さんですね、この投稿がいいから、この投稿に寄せた記事だったりとかですね、この他の人の動画がですね、回ってるからこれを真似しようとかですね、まあ、それはそれでいいと思うんですけども、そればっかりしててもですね、自分はですね、その人を追い抜くことはまずないじゃないですか。だってその人のモノマネしかないんですからね。僕がですね、今言いたいのはですね、自己世界観なんですね。この自己世界観がないからですね、誰かのモノマネになったり二番煎じになるわけなんですよ。確かにね、あの YouTube とかでもですね、あ、この人の動画めっちゃ伸びてるから真似したいなとかいうのは分かるんですよ。なんせですね、自分の YouTube が回らないとですね、まあ、広まらないから、それもそれでいいっていう先も言いましたけども、それ以外にですよ、それ以外に自分の世界観を見せてますかってことなんですね。僕もですね、他の YouTube の再生見たらいいなとか思ったりしますけども、違うんですよね。何か僕じゃないっていうのがあるんですよね。当然ですね、置きに行くみたいな形でですね、同じような投稿すればですね、再生回数伸びるんだろうけども、僕はですね、それがちょっとできない性格なんですよね。なぜかというとですね、僕は人と違ったことが快感をする人間なんで、ちょっと僕バカなんですよね、そこら辺は。でもですね、なるべく寄せながら自分の世界観を出すことってできるわけなんですよね。これも SNS の投稿でしかりですね、まあ、YouTube とかブログでもそうだと思うんですけども、僕はですね、真似するのが苦手っていうか嫌いなんですよね。だからこの世界観を出すのが好きなんですよね。この世界観を出したとしてもですね、誰も人を批判しないわけじゃないですか。自分自身の責任で終えるわけじゃないですか。それがですね、僕の中でいいかなと思うんですよね。なのでですね、この世界観というのをですね、うまく伝えていくためにはですね、この発信のコンセプトっていうのがめちゃめちゃ大事なんですね。まあ、いわゆるですね、皆さんが取り行っているのはですね、まあ、ペルソナ、見てほしい人のために向けたメッセージだったりとかですね、まあ、今までのですね、マーケティングでですね、このターゲットになるべきものとかでですね、そういったものをですね、まあ、置きに入ってるイメージがあるんですよね。まあ、それはそれで別に悪くはないんですよ。いいんですけども、それプラスですよ、発信のコンセプトが必要だということなんですね。例えば肩こり腰痛とかですね、老化予防認知症とかいろいろあるじゃないですか。世の中に出回ってるこの体の不調っていうものに対してですね、僕はですね、この血流ですね、血流とか血液循環で良くするっていうですね、このコンセプトがあるんですね。コアコンセプトみたいなものですよ。他の方々はですね、あれがいい、これがいいとかつまみ食いしてですね、どんどん自分っていう世界観がなくなってくるんですね。そこをですね、僕はですね、皆さんに注意したいところなんですね。この血流っていうものをですね、いろいろ派生していったらですね、認知症とかですね、痛みでもそうですよね、美容もそうですよね、いろいろ出てくるわけじゃないですか。そこからですね、僕の世界観からですね、この血流っていうもとにですね、まあ、同じような世の中に出回ってる症状とかをですね、違う角度からですね、発信できるっていうのがですね、僕は世界観だと思うんですね。あと自分がどういう人間かっていうところもポイントなんですよね。まあ、例えば僕でしたらですね、健康寿命を伸ばすとかですね、健康寿命を伸ばすとかもそうですよね。こういう健康寿命を伸ばすっていうコンセプトがあるから、ここからですね、どんどん出てくるわけですよね。自分がやるべきこと、やりたいことっていうのが見えてくるわけなんですね。それがですね、血流にちなんだ老化予防のイベントであったりとかですね、自分の施術コンセプトにもつながってくるわけなんですね。まあ、これがですね、皆さんちゃんと一貫してないからですね、バラバラだからですね、あなたの記事っていうのはですね、一般対象に紛れてしまうわけなんですね。まあ、以前の動画でもお伝えしましたけども、やっぱりですね、マジョリ
ティよりマイノリティですね、一般大衆よりも少数派を目指してほしいと思うんですね。そうしないとですね、こんなに世の中ありふれた情報の中でですね、あなたを見つけることっていうのはですね、なかなか難しいわけなんですよ。もう極端に言えばですね、真逆のことを発信するぐらいが僕はいいかなと思うんですね。その分ですね、リスクはありますよ、もちろん。アンチが来たりとかですね、批判のコメントとか来るかもしれないんですけども、そんなん気にしなくていいんですよ。そんなんね、気にしなくていいんですよ。自分のこの世界観を発信してるだけだから別にいいじゃないかっていうことなんですよね。それに共感する人、共鳴する人がですね、あなたのお店、あなたのサルに来るわけですから、別にですね、アンチコメントにですね、一喜一憂してる必要ないと思うんですね。結構そう言ってもですね、僕もね、アンチコメントですね、嫌だったんですけども、今は全く気にしないです。もうどうでもいいやと思ってるんですね。自分の世界観を発信することがですね、世の中の方々を救えるんだっていうマインドセットを持っておけばですね、そんな無責任なコメントです。気にしなくていいんですよ。本当に真摯に向き合っている方からですね、質問相談いただけたらですね、それがすごい自分のですね、成果なんですよね。そこからまたですね、あなたのですね、発信すべきこと、したいことがどんどん見えてくるんで、まずですね、この発信するために重要なこととしてはですね、この自己世界観、自分の世界観をですね、しっかり基盤として作ってですね、そこから他の方々のいい情報をですね、うまく自分にですね、世界観をですね、織り交ぜながら二番煎じにならないようにですね、発信していくことですね、あなたをですね、 SNS や YouTube で見つけやすくなると思います。ぜひですね、この自己世界観というのをですね、一度ですね、考えてみてほしいと思います。まあ、僕のですね、炭酸生態というコミュニティはですね、技術を習得するだけではなくてですね、こういった世界観というのをですね、すごくね、僕は大切にしてるんですね。っていうのはですね、治療院治療科っていうのはもう腐るほどいてるわけじゃないですか。そこでですね、自分という個人をですね、輝かせるためにはですね、この世界観が必要なんですね。マーケティングよりもですね、こういった世界観とか自分の人生観をですね、熱く発信する方がですね、僕は共感を生みやすいと思いますんで、もし興味がある方はですね、備考欄とかですね、コメント欄にね、炭酸生態のね、公式 LINE アカウント貼っておきますので、よかったらそちらからですね、問い合わせ質問いただけたらと思います。はい、まあこれでですね、今日も終わっていきたいと思うんですけども、良かったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。Where we know